どうも皆さん、お久しぶりです。まあ、お久しぶりですと言っても、まあ、2日ぶりなんですけどね。まあ、僕が、でも9日連続で、動画を投稿してたことを考えると、まあ、2日ぶり、まあ、1日空けたってのも、まあ、久しぶりに値するのではないかと、まあ、そのように考えます。ルカリオ、ロトム。これヒートロトムから入っていいんですけどね、ガルーラから来ないときは。まあでもめんどくさいんで、ガルーラから来られると、とりあえずルカリオから入ってけば大丈夫かな。ルカリオ、ヒートロトム、ガブリアスから来ちゃったらどうしようかな。ちょっと待ってね。ルカリオ、ヒートロトム、まあ、いやどうしよう。ルカリオコピーされたらやばいな。ルカリオルカリオコピー、まあ、いっか、どうにかなるやろ。対戦よろしくお願いします。とりあえずコメントを返信していくのコーナー、まあ、投稿当時のオラオラ感が欲しいというコメントがあったんですけど、まあ、それはちょっと無理な話ですよね。まあ、やっぱ私もこんだけ動画を連続で投稿してたら疲労が蓄積されていくんでね。それはなんかやっぱり後半の方になってきたらだれますよ。まあでもちなみに今日は、まあ一日空けてリフレッシュしてきてるんでね。まあ言うてため撮りしまくってて、その後もポケモンの方が一切撮ってなかったから、休日といえば休日たくさんあったんですけど、もう気持ちも心も肉体もリフレッシュですよ。対戦よろしくお願いします。相手のパーティー、ヘイトが溜まりそうなパーティーしてるけど、そういうパーティーを見ても何もイラつかないと。てか待てよこれ。ガルーラ。これさ、ちょっと待てよ。まあまあ、これはいいんですよ。出し勝ちなんで。まあ、ここインファ打ちます。受け入れるポケモンいないでしょ。そのガルーラ最速なのか？突っ張ってきてるけど、なあ！そのガルーラ最速なのか？こっちが先にメガ進化したけど。よし！消し飛べ！消し飛べ、消し飛べ。まず一匹。これでね、じゃあ何がやばいかって、これメタモンにコピーされたら、裏、メタモンがスカーフとかあったら、一気に抜かれる可能性あるんですけど。これメタモンがさ、違うんだって、これメタモンが、あ、ボルトロスか、オッケーオッケーオッケー。裏メタモンがいて、こだわりスカーフ持ちとかあったら、もう全員3枚抜きにされてた可能性があるっていう、まあ、そういう可能性をちょっと危惧してたんですけど、ここは交代しましょう。鬼氷ですかね、ラスト。ここ10万ボルトから入ってくるのか。まあでも10万ボルト耐久下がってるし、まあ10万ボルトでもいけるって踏んだのかな。放電とメザバってどっちが入るんだ。放電って威力いくつですかね、教えてくれませんか。放電って威力いくつなんですかね。多分80だった気がする。一緒じゃねえかよ、放電も目覚めるパー氷も。まあ、放電で。このイバルは、まあ、当然の選択っちゃ当然の選択。まあ、あとは自分自身との戦い。はい、負けました。自分自身との戦いにまず敗北。ボルトロス削らなきゃダメなんだよな。試行回数はめちゃくちゃあるからな、言うて。よし、穏やか HD じゃないな、これ。HB お盆とかか。いや、放電で。これ、放電見せてるからなぁ。混乱解けろ。動け。えらい、次混乱解けるでしょ。ちょ、待って、この急所だるいんだけど。ボルトチェンジでさ、ルカリオに繋いで、ルカリオの先制技でボルトロス芝居、うまい、うんたんしようかなと思ってたんですけど。で、鬼氷くんじゃん、これ。いやー、どうしよう。まあ、ボルトチェンジだな。守るから入ってくる。ですよねー。こっち混乱してるから、まあ、身代わりから入るよな。で、ボルトチェンジで身代わりやって、よーし、最強ロトムか、これ。はい、ボルトチェンジで身代わりやって、くたばれ！対戦ありがとうございました。セモポヌメさん、対戦よろしくお願いします。ちょっと言うの忘れてたんですけど、
僕の動画なんか食卓を、なんか家族で食卓を囲みながら見れるような、なんか学校帰りとか仕事帰りに電車の中でまったり見れるような、寝る前にちょろっと見れるような、そのような動画になってるでしょうか。そういう動画を目指してね、私動画投稿してたので、まあ、そのような動画になってくれてたら幸いであります。ポリゴン2、間違えた、ポリゴン2じゃない、月光画だ、月光画、月光画で、月光画がと、こことか、こことか、ここに対面してしまったよの、引き際を、用意しておきたい。まあ、ポリゴン2でもいい。いや、ポリゴン2だな。なんか、ヒートロトムだと、過労死する可能性あるし、ポリ2は、ガブにも新しく効く可能性あるし、でもこれだとちょっとクリセリアとバンギラスに対してが、だるいから、なんか、うまく、ごまかしを、見れるんなら、個人的には、てか、バンギ来ねえだろ。ルカリオを、マリルリ見といてさ、バンギなぎ、ヘラクロスの方が絶対来るから、ワイのパーティーね。ヘラクロスの方が、絶対来るから、いや、どうしよう、どうしよう。どうしよう、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 どうしよう。どうしよう、どうしよう、どうしよう。こうやな、体操お願いします。対戦よろしくお願いします。挨拶は、初めの挨拶も終わりの挨拶も大事なんでね。まあ、ノモンドの調子もだいぶ良くなってきたんで、ヘラクロス、月光が交代されっかな。神通力一択なんですけどね、ここバンギは、これ多分ヘラとバンギ、目が2体選出でしょ。で、ここで冴えてくる可能性あるとしたら、クレセリアだから、バンギはもう切ります。だからクレセが出てくる可能性は、まああるけど、まあ別に、リカバリー効くようにしてるし。大丈夫かな。ヘラ、クレセ、あとなんだろう。めっちゃ迷ってるな。まあ、ちなみにこれドヤ顔で普通に神通力で突っ張ってますけど、これ乱数 37.、HL ヘラクロスに対して、乱数 37.5% とかいう、それぐらいの乱数でしか落とせないので、まあ、普通に耐えられる可能性は余裕であるんですけど、ドヤ顔で突っ張ってるけど、まあ、でも H に振ってない可能性もあるし、ヘラクロス、H ペッパじゃない可能性もあるし、まあ、ひるむ可能性もあるんでね。まあ、ここは、とりあえず神通力打ってきましょうか。はい、一発これも無理じゃない。で、ここでクレセリア投げてくるってことは、降参の意思を見せてるんじゃないの。それともこのクレセリア、ヘラクロスと一緒にいるクレセリアかなんか、そういうクレセリアじゃないと思うんだけどな。バンギは絶対いないから、あの、ボルトガブ、アローは、ポリゴン2で詰めれる。瞑想持ってる。ルルルルールルー、身代わりかな。まあ、身代わりですよね。残飯持ちとかかな。あーなるほどね。まあ、ここは悪波一択ですけど、瞑想かな。なんか技あんの、ショック、瞑想、身代わり。な、ムーンホだったらもう無理。冷凍ビームだったらまだ多分、可能性はある。これどんくらい入るんですか、メガネ。3分の1ぐらいはさ、2回瞑想積まれたといえど、こっちこだわりメガネ持ってんだから、入ってほしいんだけど。考えましょう。このガブリアスがスカーフの可能性、スカーフなんかな。
モロバレルが一枚いらないんだよな。ガブリアスにポリゴン2投げたら確実にシーガー上がるから、まあ、激凛だと思うんだけど、一回バレル出しで。クレステリアで詰めてくっていうルートでよかったんじゃないのか。まあ、ここ確実に釣り交換はないんで。地震か。急所か。だったらこれ8万機じゃないから、どうしようかな。いや、ポリ2だな。ポリ2出して、まあ、それだったら最初からポリ2出せよって話になるんですけど、レイビ電磁波やったよっしゃ、まあ、言うてでもだいぶサイクル有利だったし、こう凍らせても凍らせなくてもなんとかなってたでしょ。あれか、降参おさらいってことなのか。矢沢パコさん、対戦よろしくお願いします。これ絶対クレセリア来るじゃん。じゃないと、クレセ出さないと、ルカリオだるすぎでしょ。ルカリオ、まあ、ルカリオから入るけどね。ルカリオ結構がもろばれる。いいかなぁ。うん、これで行こうと思います。対戦よろしくお願いします。僕の動画結構、無言シーンとかがあるんですけど、それなんで無言シーンができてしまってるかっていうと、対戦中は、まあ、ここカットしようみたいな感じでやってるんですけど、いざ編集の時になるとカットするの忘れてるみたいな。なんでまあそこら辺は、あ、こいつカットするの忘れてるんだなみたいな感じで見ていただけると助かります。まあ多分ガルーラから来ると思うんだけどな。はい、でガルーラクレセリア、あ、ガルクレセドランとかじゃないの。普通にシンプルにガルクレセドランとかで来てんじゃないの。あー、まあ、クレセバックですよね。どう考えてもルカニオの私できるポケモンクレセリアしかいないしな。だここで釣られる可能性が、あのクレセリア使いマジで釣り交換してくるから。とりあえずインファイト身代わり、あ、めっちゃ入ったなこれ。急所か。たら、あー、どうだろう。相手がここで取ってくる行動って月の光か、あの補助技かガルバックだからモロバレルの作業、まあ、ここは釣られてもいいです。うん、はい、釣り交換、まあ、ガルバレルタイミングは別に特にフリータイミングでもないんで、まあ、オッケーかな。まあ、猫捨て身で死ぬんですけど、モロバレル耐久ないんで、そんなに。身代わりがあったらちょっとまずいな。秘密オッケーオッケーオッケー。秘密、欲しい。ここ、ルカリオ出したくないんですよね。ルカリオ出したくない。そのルカリオを出すと結局もう一回クレセリア出てきて受けられて、まあ、結局今作ったサイクルが全部無駄になるから、ここは一気に結構が出して、あの負荷かけに行きます。あのガルーラが最速を起きする確率は 33% で、あの悪の波動でひるむ確率も考えれば全然確率勝負仕掛けるんであれば僕の方が有利だから、ここは余裕で月光が出していきます。で赤波、
よっしゃい、まあ、こういうことですよね。これを伝えたかったんですよ、まあ、結局起きてもひるむっていう。でこれクレセリアからは絶対入れないからラス位置が見れるはず。ヒードランかな、鬼氷か。鬼氷は予想してなかった。え、鬼氷、え、鬼氷はやばいって。守るか、ここ即ルカリを出し考慮して守るから入ってこないと思ったんだけどな。当てろ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 。メガネ悪の波動って2号に対してどんくらい入るんだ。身代わり貼られたらもう負けですね。はい、広め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 。お、結構入んじゃんこれ。よっしゃオッケー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 。命中上がる、回避下がれ、素早さ下がる。多分守るだと思うんですけど、別に逃げる意味がないので。これ次も身代わり張れないからあれだな。まあ一回外してもまだ猶予があるというか。あれ、身代わり黄色ゲージまで行ったら身代わり張れるんだっけ。うんてるてるてるん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 。危な、よし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 。その運ゲーには屈しませんよ。これクレステリアって悪波で落とせん、落とせんのかな。一回バレル出したがいいかな。まあいや、いけるでしょ、メガネ持ってるからさすがに。オッケー、対戦ありがとうございました。それではまた明日。